までですね、ずっと、普通のデジカメをね、ここにありますが、これを、使って撮影していたのですが、今回、ビデオカメラをね、ちょっと、まあ、中古ですけどね、買いまして、これからね、動画の方はね、こっちのカメラを使うか、まあね、編集かけるときはね、両方で、角度を変えて撮ってね、そこから、投稿動画ね、作ってアップしてみようかなと思っております。と言いながらね、目の前には、セブンイレブンの唐揚げ棒とね、この酢漬けの人参さんと玉ねぎさんがいますが、ちょっと試しにね、撮影なんぞしてみました。はい、まあそんなところで、また今後、ちょっといろいろね、変わった企画もね、考えております。皆様はね、今までと変わらずご愛顧していて、ご愛顧じゃねえか、見ていただけるとね、嬉しいです。またね、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。